ローラン・フィニョン、ローラン・フィニョン、ローラン・フィニー、1960年8月12日から2010年8月31日は、フランス・パリ生まれの元自転車競技、ロードレース選手。1983年、1984年のツール・ド・フランスにおいて、総合に連覇を達成した。フレームの細い丸メガネを着用し、私的な風貌に加えバカロレア資格を持っていたことも、 手伝って、教授という、ニックネームが蹴られていた。1982年より、本格的に、プロ選手としてのキャリアを積み、ベルナール・イノーマエースであったルノージタンに所属した。1983年、イノーは、ブエルター・エスパーニャを制しながらも、フルキの膝の故障がイエズツールド・フランスの欠場を、余儀なくされた。その代役として、当時、 ルノーの監督だったシリル・ギマールが、イノと相談の上、キャリア2年目ながらも、その年のブエルタで、区間優勝、第4ステージを経験しているフィニョンを抜擢、ツールに出場させた、ちなみに。すると、フィニョンは中盤で、総合2位に浮上し、さらに総合1位のパスカル・シモンを、第15ステージの個人タイムトライアルで追い詰め、そして、 シモンが第十七ステージでリタイアするとマイヨー・ジーヌを奪った。その後もフィニョンはマイヨーを守りきり、初出場で総合優勝の快挙を成し遂げた。翌1984年、イノーがラビ・クレイルチームを立ち上げることとなり、ルノーを離れたことから、名実ともにフィニョンがルノーのエースとなった。フィニョンは、同年のジロでは最終ステージの個人タイムトライアルにおいて、 フランチェスコ・モゼールに逆転され、総合2位に終わった、口述するが、フィニョンは1989年のツールでも、同様の形で逆転負けを喫することになるが、イノーとの頂上対決となったツールでは、アルプスコイステージでイノーを圧倒し、最終的にイノー20分以上の差をつけて、ツールに連覇を果たした。またこの年、フランス国内選手権も優勝したことから、 ところが1985年、フィニョンはシーズン当初から膝の故障に悩まされ、ほとんどレースに出ることなくシーズンを終えた。イノーのダブルツール達成を戦うことなく許してしまったフィニョンは1986年、チームが解散したルノーからシステム U に移籍した。同年はフレッシュワロンヌオセス。そして生きようようと挑んだツールにおいて、序盤は、イノー。 クレックレモン要するラビクレール勢を圧倒した。ところが、膝の振る傷は、まだ完全には治っていなかった。つまり、しかしそのことが次第にステージを消化していくうちに、露呈してしまう。ピレネー越えの最初のステージで、イノーは単独で再三アタックをかけ、完全に、フィニョンを潰した。イノーのこのアタックに対し、明らかにレモンに対しての挑発行為ではないかという、声も上がり、 デモンもイノウの行動に不快感を寄せるが、イノウがこうした行動を取った要因として、そしてフィニョンはこのステージをもってリタイアした。しかしながら、しかしフィニョンは、その期待を裏切り続けていく。1987年のツールでは、序盤で大ブレーキを起こして、早々に優勝争いから脱落。途中でチームメイトのアシストに回る始末。 翌1988年は、ミラーの3連盟を制止期待されるも、ツールでは、昨年に引き続き序盤で、大ブレーキとなり、途中リタイアしてしまった。しかし1989年は、フィニョンは、過去4年にわたる不甲斐ない実績を払拭するべく、シーズン序盤から大活躍。ミラーの3連盟を連覇し、ロンドファンネーデルランドも制した。そして5年前に、 寸前のところで総合優勝を果たせなかったジロでは第14ステージからマリアローザを守り切って悲願の総合優勝を果たす。そして、この年のツールでは3年ぶりに出場したレモンが予想以上の活躍を見せ序盤からマッチレースの様相を呈した。個人タイムトライアルの区間ではレモンに前を譲る者の,のピレネー。 アルプスの山岳ステージではフィニョンが奪い返すといった形の繰り返しだった。フィニョンは第20ステージ終了時にはレモンに50秒の差をつけていた。さらにこの年はフランス革命200周年に当たるためフランス国内においては自国から総合優勝者を輩出することへの期待が高まっていた。しかし最終ステージは個人タイムトライアル。序盤から ハイペースで飛ばすレモンに対し、フィニョンもそれなりの走りは見せるものの、レモンのスピードがあまりにも違いすぎた。26分57秒で走り終えたレモンに対し、27分46秒でフィニッシュすれば、フィニョンの優勝だったが、フィニョンのタイムは27分55秒。区間3位の成績と、決して悪い成績ではなかったが、フィニョンはわずか8秒差をもって、レモンの後陣を排した。 ちなみに、翌年からは、最終ステージは中は総合優勝者の凱旋パレードのような形に戻された。ひいては今日に至るまでこの形は崩れていない。しかしながらフィニョンはこの年、シーズン終盤のグランプリでナッシュオンも制した。ツールでは残念な結果に終わったが、シーズン全体を振り返るとフィニョンにとって、その後、フィニョンはカストラマ、 ゲータレードと所属チームを変遷するも、1990年にデビュー年以来に度目となるクリテリウムインテルナショナルを優勝した以外に、これといって特筆すべきイサオは収められず、1993年に引退した。システム U がタイムトライアル向けのエアロヘルメットを導入した際に、これを初めて着用した選手である。当時、システム U はそのアイデアの斬新さに、 他のチームから次はモーター駆動のマシンを持ち込むに違いないとまで揶揄された。サイクルスポーツ2009年6月13日付記事で末期癌治療を受けていると伝えられていた。2010年7月19日ツールドフランスの第15ステージの表彰式では関東省の特別表彰を受け健在ぶりを見せていたが、その後2010年8月31日に死去した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。